2016年ジョージア国会議員選挙は2016年10月8日に執行されたジョージアの立法府である国会を構成する議員を全面改選するための選挙である。1991年にソビエト連邦から独立して以来第8回目の国会議員選挙であり、ギオルギ・クビリカシビリ首相率いる与党ジョージアの夢連合が大幅に議席を伸ばして圧勝した。 一方、野党第一党の統一国民運動は議席を大きく減らし、自由民主主義者党は全議席を失った。国会は一員制の議会であり、2016年の国会議員選挙では定数150名の議席を小選挙区比例代表並立制により決定した。比例代表制では全国を単一の選挙区として77名を選出し、 小選挙区制では2回投票制により73人を選出する方法であった。この選挙では小選挙区の区割り見直しが行われ、一票の格差の是正が行われた。これ以前の選挙では1選挙区あたりの有権者数が6000人に満たないところもあれば15万人を超えるところもあった。独立状態にあるアブハジアと南オセチアの選挙区では選挙は実施されなかった。 10月8日の投票終了後、間もなく与党ジョージアの夢のギオルギ・クビリカ・シビリ首相は、党本部にて大勝利を収めたと述べ、勝利宣言した。中央選挙管理委員会は10日に、暫定結果を発表。比例代表では、ジョージアの夢イコール民主ジョージアが48.67%、統一国民運動が27.11%、愛国者連合が5.01%で、 三党が足切りラインの5%を突破した。小選挙区では全73小選挙区のうち23小選挙区でジョージアの夢イコール民主ジョージアの候補者が法定得票率50%以上の得票率を獲得した。法定得票率50%に満たない残りの50の小選挙区では決選投票の可能性が高いとした。 また投票日、マルネウリ地区キジラジロ村の投票所やズグリリ地区、ジハシュカリ村の投票所などで騒乱が発生した。中央選挙管理委員会は、第36小選挙区と第48小選挙区の4つの投票所での投票結果を無効とし、10月22日に4投票所で再投票が行われた。小選挙区ではいずれも、 法定得票率50%を獲得した候補がなく上位2名による決選投票に持ち込まれた。小選挙区の決選投票は10月30日に実施された。中央選挙管理委員会は同日に暫定結果を発表し、決選投票を行った50の小選挙区のうち48の小選挙区で与党ジョージアの夢イコール民主ジョージアの候補者が勝利した。 中央選挙管理委員会は11月16日に最終結果を発表した。最終結果は、ジョージアの夢イコール民主ジョージア115議席、統一国民運動27議席、ジョージア愛国者、連合6議席、産業がジョージアを救う1議席、無所属1議席であった。ありがとうございます。